はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。じゃあ毎週頑張っていきましょうということで、頑張っていきましょう。前回 98% の人がそう答えるみたいな、それの感じで世界一難しい謎謎を見つけたんですよ。誰が決めたの？それも謎だよね。世界一難しいと言われてる謎謎があるのね。そう、うわすげえって思って、謎謎かって言われたらわかんない、問題に近いと思う。学生3人が旅館に泊まりました。宿泊料金は1人1万円だったので3人で3万円払いました、はい、これ旅館のご主人が学生だから少し負けてあげようと言って5000円返してくれるように中井さんに渡しました、はい、で中井さんは5000円だと割り切れないじゃないですか、3でね、うん、だから2000円を自分の財布へ入れ、3000円を学生に返しました。つまり学生は合計で2万7000円支払った計算になりますが、中井さんが財布に2000円入れましたね、うん、ってことは2万9000円になるんですよ。1000円減ってん。待って、ごめんね。いや、ごめんねじゃないよ。ごめんね、すみませんじゃないよ。ちょっといいですか。でしょ。いい問題だね。言葉のあやじゃないけど超うまくできてて、考えるのめんどくさくなっちゃうんだよね。田淵出るかな。でもはい、もしもし。はいはい、ごめんね、もう一回出てもらうことになって。あ、全然いいよ。はい、お願いします。はい、世界一難しいなぞなぞです。学生3人が旅館に泊まりました。なんで笑ってんの？何笑ってんの？ねえ、なんで笑ってんの？宿泊料金は1人1万円だったので3人で3万円支払いました。2万9000円となりました。3万円になりません。はい、どうしてですか？はのが2000円だから、それを足すと2万9000円になるんだよね。そしたら3万円になんないから1000円がね、1枚消えてんだよ。消えてるな。え、じゃじゃじゃ、なぞなぞだから、なんで消えてるかと思う。これ答えられた人いんの？いや、いるよ。2万5000割る3して、5000割る3もするから、その波数が積み重なって、うんうん、そういうことだと思う。結局な、っていうなんか決め台詞あるっけ。田口の説明の仕方ちょっと良かった。いや、すごい確信をついてたと思う。その波数が切り捨てられた、うん、っていうのが多分正解。中井くんにしよう。中井くんね。それ大丈夫か。ちょっと今危ないかもしれない。まず、うん、学生 A、はい、で学生 B の1万円、はい、で学生 C の1万円、はい、ですね。3万円をとりあえず支払います。ご主人、俺ね、俺にね、ご主人は3万円手に入れました。はい、中井さんに渡します。中井さんね、中井さんのこと、中井さんに渡します。うん、はい、2000円もらおう、もらいます。うん、言ったね。で、学生たちに3000円渡します。はい、そうするとこう2万5000円、3000円、2000円だから、それこれを返したら、そうそうそう、これ見てわかるように、目で見たら明白なんだよ。この机の上からお金が1枚もなくなってないということは、はい、3万円はそうなんですよ。3万円のままなんだけど、中井さんがもう見て、そのご主人も見て、学生を見てる状況なら大丈夫なんだけど、学生目線で言ったら難しいんだよね。そうね、まあこれを見た時に減ってないじゃんっていうことが多分、うん、一番分かりやすい回答なのかもしれない、まあね、あと2万5000円今現在持ってて、中井さんが2000円持ってて、学生が3000円持ってる、合計が全部3万円だよ。そう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 、っていう計算があってるんだけど、学生の9000円プラス中井さんの2000円は3万円じゃないよねって言ってるのがずるい、うん、ずるだね、ずるだね。本当に世界一じゃないけど、まあまあトリックだね、言葉のすげえよくできてると思う。そうね、はい、ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。
マジで怖い。あ、これサブじゃねえわ。うーわ、これ本当に